飛行天下の MHK さん、今話題の町田ゼルビアの試合放送した結末が。J リーグ J1 第34節、柏対町田1019度の放送の結果、視聴率 1.6 とか。休日の昼間だからって悲しすぎるやろう。土曜もその時間やと競馬中継やっとるからな。裏が強すぎた。J リーグは地上波でやらないという坂豚の言うことを聞いて、地上波でやると視聴率がひどい。1999年頃から視聴率ひどすぎて CM スポンサーつかないから J リーグ中継が軒並み打ち切りになったのを理解していない。プレーの合間に CM 挟めないサッカーの試合やと、代表戦くらい視聴率取れないと地上波はやりたくないのが本音やろね。海外クラブの試合も視聴率取れないし、マジで代表戦だけのコンテンツになったよな。サッカー協会側がそうなるように仕向けてる側面もあるし、しょうがないな。サッカーなんてハーフタイム以外で CM なんて入れられないから、民放では無理しくしく。サッカーファンにすら子供に見せたくないサッカーとか言われてるからな、この数字は残党。地域密着してるんだから全国放送の視聴率なんか気にしてねえよ、これ正論。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。